井正弘が稲垣らと対処しなかったわけ。中井正弘、47、が、21日、都内で会見を行い、3月いっぱいでジャニーズ事務所を退所し、独立することを発表した。本人に近い複数の関係者の話を総合すると、スマップ解散が、起点となる今回の決断は、リーダー中井正弘としての思いと人間性が、強く反映されたものだということが、見えてくる。16年末にスマップが解散。翌年、9月に稲垣吾郎、草薙剛、香取慎吾の、3人が、ジャニーズ事務所を退所した。中井も一緒に退所する選択肢もあったが、結果的に、とどまる決断を下した。それには、いくつかの理由があった。木村拓哉を残して、4人で退所し、4対1という構図を作ることは、最後まで解散という形を取りたくなかった中井にとっては、避けたかったからだ、という、関係者は、そして、それは再結成への道を断つこととなり、これまで応援してくれたファンを絶望させたくないという思いが、強かったからだ、と話した。今回、3人に合流しないという形での対処で、結果的に再結成の可能性を残せたことにもなる。また、中井は複数のテレビ番組の MC を務めており、放送局など、への影響が大きく、混乱させないための責任感も一つの理由となった。別の関係者は、テレビの仕事を続けることによって、稲垣らが退所後、思うように仕事ができないような状況に直面したとき、何らかのサポートをしたいという仲間への思いもあった。と、説明した。そして、もう一つの大きな理由が、昨年、7月に、87歳で死去した大恩人、ジャニー喜多川さんの存在だ。中井は解散を望んでいなかったジャニー氏に、リーダーとして、申し訳ないという気持ちを、強く抱いていたのだという。昨年、6月にジャニー氏が、緊急入院した際には、何度も見舞いのため病室を訪れた。この関係者は、ジャニー氏が、亡くなったことによって、その思いも一区切りついたのだろう。と話す。このタイミングでの対処について、知人らは、中井らしい。と、口を揃えている。東京五輪開催期間にぶつかることで、自身が長年盛り上げてきたスポーツの祭典に、水を差すことを避けたかった、という思いがあると見られている。また、秋以降に発表することも、年内活動休止が、発表されている後輩の嵐に配慮した可能性が高い。今回の発表にはリーダーとしての気遣いが見え隠れしている。